さて、外へ戻ってこれたことだし、一旦町へ戻ろうぜ。そうね、町で一息入れましょう。エギルさんたちのパーティーもクエストが終わった頃かもしれないわ。じゃあ町へ戻ってエギルさんたちと合流しようよ。アスナ、エール王楽しい？うん、キリト君とまた一緒に冒険できるし楽しいよ。それに妖精になれるなんて本当に素敵。女の子は妖精とかファンタジーなものが本当に好きだよね。ファンタジーっていうのもあるけど、魔法が使えて空が飛べるの。キリトじゃねえか。今戻ってきたのか。まあ、エギルたちの方が早かったみたいだな。いや、俺たちもさっき戻ってきたばかりだ。それで、待ち望んだ新エリアの初クエストは楽しめたのか。ああ、かなり面白かったよ。解きがいがあるクエストだったぜ。あ、キリト帰ってきてたんだ。クエストお疲れ様。相変わらずご活躍のようね。そっちのクエストはどうだったの？ちゃんとクリアしてレアアイテムゲットしたよ。エギルさんがすっごく頼もしかったんですよ。バトルの時に前衛で構えててくれたから攻撃しやすかったな。へへ、悪いな。くらい俺ばっかり目立っちまったみてえだな。そう、まさかエギルにいいところ持ってかれるとは。クラインの活躍はさておき、滑り出しは順調って感じだな。この調子で攻略も進めていこうぜ。あ、そういえば鍛冶屋ってどこにあるの？ここにはリズの店もないし、武器を強化できないと困るわよね。それについては俺にちょっと心当たりがあるんだ。しばらくしたら工房に寄ってくれ。それじゃ今日はこれで失礼するぜ。おいおい、しばらくってどれくらい待てばいいんだよ。エギルさん、私たちを工房に集めて何をするんだろう。まあ、行ってみればわかるんじゃないか。そうだね、楽しみにしとこうっと。なあみんな、まだ時間あるけどどうする？悪い、俺はちょっと風林火山の連中と約束があるんで、しばらく別行動させてもらうぜ。そうか、またな、クライン。それじゃあとりあえず情報収集しつつ、サブクエストとか受けてみたらいいんじゃない？うん、それいいね。酒場にあるクエストカウンターに行くとサブクエストを受けられるのよね。キリト君、早速行ってみようよ。ここ？普段はギルドマスターや漁師の会合などで使用する場所らしい。今は妖精族の漁師が会合中って聞いたが。ということは、あ、やあリファ、久しぶりだね。元気そうで何よりだ。さすがにアップデート直後を狙ってきたプレイヤーたちは多いね。実力がないものを出し抜こうとする。君が噂のリーファの兄貴にキリト君だね。は、自己紹介は私からさせてもらおう。私はサクヤ、シルフの漁師をしている。私たちの種族、シルフのリーダーなんだよ。そしてこの猫娘がアリシャ・ルー、ケットシーの漁師だ。よろ
ろしくね、黒の速攻剣士様。騒がしいのがたまに傷だが、まあ私の茶飲み友達なのでな、仲良くしてやってくれ。そしてこの男が、ユージーン、貴様が噂のキリと一度手合わせ願いたいもん。確かサラマンダー部隊を指揮する将軍で、あんたの兄が領主を務めているんだよな。実力はこいつの方が上だぞ。エール王内では最強プレイヤーと呼ばれていたこともあった。今は違うんですか？この話今はよそ。これ以上この男を不機嫌にしても仕方がないからな。この館はバトル不可設定だから安心したまえ。さあ、それではお互いに新エリア攻略を楽しむとするか。みんな健闘を祈るね。さて、じゃあ俺たちも行くか。ここがクエストカウンターですね。利用方法を聞くことができるようですよ。ここでは様々なクエストを受けることができます。依頼を受けてその依頼を完了すると謝礼が支払われます。受けられる依頼はその時々で変わるので、たまに覗いてみてくださいね。今はクエストが一つだけのようですね。このクエストを受けましょう。いい仕事が、今はこういったものがありますよ。またいつでも来てくださいね。
お仕事をお探しですか？またいつでも来てくださいね。みんな一息つくタイミング？新エリアがどんなものか分かったし、一息入れるか。そうね、宿屋で休憩しましょう。楽しかった。あっという間に時間が過ぎちゃったね。スバルとアールブヘイムに慣れてきたし、早く次のクエストがやってみたい。これからどんなフィールドが解放されるんだろう。早く攻略したいな。一緒に頑張ろうね、ピナ。そういえばエギルさんがしばらくしたら工房に寄ってくれって言ってましたね。そうね、何をやってるのかしらね。よし、みんな今日はこれで解散だ。お疲れ様。みんな行ったわね。そうだな。それじゃあ新エリアということで改めて。知れません。気になるな。よし、行ってみるか。はい、パパ。